こんにちは、デクムセです。今日はね、いよいよ宮沢賢治の回なんですね。宮沢賢治のね、思想とかね、感性っていうものはもうすべてね、生まれつきだと思うんですよ。一般的にはね、法華経にね、浸水してね、それから田中智学が作った国中会に参加するってね、そこですごい影響を受けたんだって言いますけどね、そうじゃないんですよ。ではね、そこのところを見ていきましょうか。まずね、この人ね、岩手県で生まれますね。で、家業はね、質屋だったんですね。だからね、裕福だったんですよ。でもね、周りにはね、すごく貧しくて苦しんでる農民がいっぱいいたんですね。で、その貧しい農民から父親はね、利益を得てたわけですよ。そのことにね、宮沢賢治はね、すごく心を痛めるんですよ。それはやはり父のことがね、大好きでね、尊敬してて慕ってたからなんですね。そのね、父がね、農民たちを苦しめてるっていうのがね、もう本当に辛かったんですよ。で、それがなんでそんなに辛かったかというと、子供の頃から宮沢賢治の中にね、困った人がね、いたらね、もう本当に気の毒だって、何とかしてあげたいってものすごい強いね、願いみたいなものがあったからなんですね。でね、ここでね、心が傷つくってね、生半可な傷つきじゃないんですよ。宮沢賢治の感性、感受性って言っても、恐ろしいほど鋭いんですよ。例えたらね、むき身の心を引き裂かれてね、そこから血流すみたいな感じなんですよ。でもこれはね、ひとたびね、自然と触れ合ったらね、とてつもない喜びになるんですよ。木漏れ日の光とかね、草の色とか、空の色、雲、ね、風とか、で、匂いとかね、もうそんなのを味わってしまったらね、もう嬉しくて嬉しくてしょうがなくなってね、宮沢賢治がね、農学校の先生だった頃ね、生徒の前でも自然と触れ合って嬉しくなったら踊ったり歌ったりしたんだって。もうこらえることできない、この喜びを。そしたらもう生徒からね、変な先生だなって思われてたって言うんですよ。それでね、宮沢家はね、浄土真宗を信仰してたんですよ。でね、宮沢賢治はね、その浄土真宗の中の歎異抄のね、阿弥陀様はね、いい人とか悪い人とかの隔てをせずね、みんなを助けたいという願いを持っているっていうところに惹かれるわけ。で、これはね、自分の家が浄土真宗だったからというよりも、むしろ宮沢賢治の中にある気持ちと浄土真宗の教えが近かったからっていうことなんですよ。でね、その後ね、日蓮宗に改宗するでしょ。それはね、さっきも言ったけど、国中会っていうところね、田中智学っていう人のところなんだけどね、それはね、国中会がね、社会慈善事業みたいなのを実際やってたんですよ。とかね、低料金で医療を受けさせてあげるっていうね、病院も建てたりしてたね。実践が伴ってたね、ここね。で、そこに惹かれてるんですよ。でね、この国中会にね、入会するときにね、宮沢賢治はね、幹部に手紙出してるんですよ。その中でね、私のね、体や命はね、日蓮聖人のものなんだって言ってね、だからね、今はね、田中智学先生のね、ご命令にね、完全に従って生きていくみたいなね、そんな内容を書いてるんですよ。もうほんと極端っていうかね、ほんともう全部っていう感じですね。この姿勢はね、彼の創作活動でも同じでしてね、一月にですね、3000ページっていうペースで物語を作りまくっていくんですよ。これもシャレにならん仕事量だと思うんですけどね。もうやるとなったらもう半端じゃないんですよ。もうちょっと狂気の世界というかね、病的な世界になってると思うんだけどね。こういうのはね、賢治のね、願い、他者のね、幸福のためだったら、すべてを引き換えにしても良いっていうこの人のね、精神なんですよ。このことはね、もちろん実生活の実践にも現れてましてね。猛烈な創作やりながら、農家の人にね、農業指導もしてるんで、ボランティアでね。で、菜食主義だったんね。それはなんでかって、やっぱり生き物をなるだけ殺したくないっていうのがあったんだよね。こんなことやってるから、激しい過労と、そして栄養も不足するじゃないですか。だからもう病気になるんですよ。体が言うこと聞かなくなるんでね。でね、死ぬ前日までね、その病の身を押して、農家の方のね、相談乗ってんのよ。実際にこれやってるってことね。
これはね、もう宮沢賢治自身がね、周りの人を助けたくて助けたくてしょうがないっていうね、そういうのがもともとあったんだね。だからね、あれだけ慕ってたね、国中会の田中智学のね、言ってることやってることがね、だんだんよーく分かってくるとね、あ、なんか違うってなっていってるんですよ。例えばね、自分のね、創作活動っていうのは、これはね、法華経をね、広めたりね、法華経の信者をね、多く作るためにやってるんじゃないって。でもこれ、田中智学は法華経を広めて信者を増やしたかったからね。あとね、社会福祉活動もね、田中智学はね、やっぱりね、無条件ってわけじゃなかったんだよな。でも宮沢賢治はね、困ってるっていうこと以外の条件はね、つけたくなかったんですよ。それでは最後に、宮沢賢治が求めていたね、精神の世界ってどんなもんだったかというのを、彼がね、死ぬ前年に発表されたね、グスコーブドリの伝記の終わりの部分をちょっと見てみたいんだよね。知らない人のためにね、ざっとあらすじを言っとくとね、イーハトーブっていうところにね、ブドリっていうお兄ちゃんとネリーっていう妹がいたのよ。で、そのイーハトーブにすごい寒い夏が来て、もう例外ですよね。だから作物が全然育たなかったんですよ。で、ブドリとネリのお父さんとお母さんはね、食べ物がなくなるでしょ。だから、ブドリとネリだけ残して自分たちは多分餓死するために家を出て行ってしまったんだね。で、残されたブドリとネリはね、ネリは人飼いに多分連れて行かれてるのよ。で、ブドリも一人になったでしょ。だからまあ、なんとか食うために生きるためにいろいろ仕事はしてたんだな。で、その間に自分の家を誰かが勝手に工場にしたり、ブドリはね、何にも悪くないのにね、一方的に暴力振るってくるやつに会ったりしながら、まあ、だんだん大きくなりました。でね、そうこうしてるうちに、またこのイーハトーブに、ものすごい寒いね、夏が来るっていうのが、その天気予報で分かったんですよ。で、そしたらね、またね、餓死者とか、主人公のブドリのお父さん、お母さんとか、自分たちみたいな子供が出るじゃん。で、何とかならんかっていうことで、イーハトーブにあった火山を噴火させてね、その火山の噴火で大気中に二酸化炭素とか、そういう温暖化ガスをまくことにより、寒い夏っていうのをね、食い止めようとするわけよ。でもそうするには、生きて帰れないの。火山爆発させないといけないから、で、誰が行くってなった時に、ブドリが行くって言うんだよな。じゃあこの最後の最後を見てみましょうね。すっかり支度ができると、ブドリはみんなを船で返してしまって、自分は一人島に残りました。そして次の日、イーハトーブの人たちは、青空が緑色に濁り、日や月が銅色になったのを見ました。けれども、それから3、4日経ちますと、気候はぐんぐん暖かくなってきて、その秋はほぼ普通の作柄になりました。そしてちょうど、このお話の始まりのようになるはずの、たくさんのブドリのお父さんやお母さんは、たくさんのブドリやネリと一緒にその冬を温かい食べ物と明るい薪で楽しく暮らすことができたのでしたっていう。で、終わるんですよ。これね、誰もね、ブドリに感謝してないんですよ。でもブドリは死んでるんですけどね。みんなのために死んでるんだけど、誰もブドリに感謝してないんだよね。これがね、宮沢賢治と求めたもんなんね。こういう人に私はなりたいって言ったら、その宮沢賢治がなりたかった人間なのよ。で、これマジじゃない？この人本当にこれになりたかったんですよ。こんなもんになりたい人がいますかっていうのは本当。いや、これ人類の歴史上こんな人いますかって言うんですよ。すっげえ珍しくない？こんな人がね、私たちと同じ日本人でいたっていうのはもうこれね、誇りじゃないのかなって思うんだけど、どうなんでしょう？ってことで本日のみんな大好き宮沢賢治の話でした。ありがとうございました。それではまた次回でお会いしましょう。さようなら。